はいどうも、クリアラケタチャンネルです。本日もよろしくお願いします。はい、じゃあ今日はですね、今日が8月の8月の22日ですね。あ、1ヶ月前試合したんだ。じゃあうるせえ、もう思い出させんじゃないよ。今ちょっと思い出したわ。知ってろそんなこと。え、知ってる、知ってるの、知ってるそんなことは。はい、そんな今日ですね、1時からAmazon プライムで記者会見があるっていうのね、昨日の時点で、出てて、ね、それでまあ何があるんだろうっていう、ね、なんかすごい日本初の点点点みたいな感じでね、すごい期待感がある感じで投稿が、ツイッターの方であって、でね、それでこう何があるんだろうって純粋に楽しみな感じでツイートしたつもりがなんかね、紛れ込んじゃった匂わせに紛れ込んじゃったみたいな感じで、俺あれ後々すげえ恥ずかしかったんだけど。いや、恥ずかしいだろ。ね、やばいやつ。すげえ入り込みたいやつみたいなね。すげえ恥ずかしい思いしたけどさ、面白かったよね。まあ、ね、うん、そうそうそんな解説ですかとか、リングアナウンサーですか、国家斉唱ですか、みんないろいろコメントありがとうございます。恥ずかしいね。はい、はい、恥ずかしいながら何もないです。はい、まあね、1時からの記者会見、うん、はい、見て、で13日14日、10月ですね、10月の13、14で2日間にわたって、Amazon プライムの興行があるということで、はい、それが、8個のタイトルマッチですね。そのうち7個が、世界タイトルマッチっていうすごく豪華な興行ですね。僕のいるバンタム級も、3つ試合が組まれてまして、1つが、まあ、以前からこれは噂されてた井上拓磨選手と堤誠也選手の試合、これが1日目ですね、13日で、14日の方が、中谷選手の防衛戦、はい、これが、まあ1位の選手で、名前がですね、ペッチソーチットパッタナっていう名前のタイ人の選手なんですけど、これランキング1位の選手で、もう名前がですね結構コロコロ変わってるもんで、うん、なかなかね最初見た時に誰だこいつって思ったんですけど、うん、はい、最初っていうか以前に、井上拓磨選手もやってるんですよね。でその井上拓磨選手とやった時なんかはペッチ CP フレッシュマートって名前でやってて、でしばらく経った後にタサナサンパッタンっていう名前で僕も場で登録されてるというか、ずっといて、うん、で今回初めてペッチソーチットパッタナっていう名前になったんでちょっと、ね、最初分かんなかったけど、あ、あのペッチかみたいな、うん、うん、いう感じで、もう70戦以上やってるぐらいかな、結構キャリアあるタイの選手で、ずっと本当 WBC の上位にいるイメージ、うん、でその拓磨選手の1敗しかしてないっていう選手だね。で、那須川選手は WBO のアジアパシフィックの王座決定戦ということで、ジェルウィン・アシロっていう、フィリピンの選手かなとやるみたいですね。はい、この3試合が、まあ、バンタム級で、バンタム級に、プラスというか、まあ、バンタム級以外にもすごく今日本人にとって熱い階級がさらに出てて、フライ級、うん、はい、今現時点で、まあ、ユーリ・アクイ選手とオラスクアガ選手が、ね、WBA と WBO、うん、まあ、オラスクアガ選手は前回ね、うん、アマプラ興行で取って、で今回はテラジ選手が、うん、WBC で王座を取りに行くっていうことで、すごいね、すごいね、ここも盛り上がるね、うん、今だから IBF だけがない状態だけども、IBF は確か9位だったかな、うーん、はい、
でもすごく、まあ、この3、まあ、寺地選手が取ればこの3選手とも日本人にとってすごくこうもう知れてる選手たちなんで、また統一戦が熱望される階級になってくるかなと。なるほどなるほど、はい、ね、それで寺地選手の相手クリストファー・ロサレスって名前で、なんか顔見たらなんか見覚えあるなと思ったら、前に比嘉選手とやってる選手で、王座陥落した時の試合ですね。はい、その時にやってる選手でしたね。でかなり身長が僕もバーの情報を見たら高くて171センチだから僕と同じ身長、バンタム級で僕もでかいって言われるんですけど171センチ、はい、フライ級だから相当でかく感じるんじゃないかなと、まあ、結構寺地選手も身長あるタイプだから、うん、ね、あんまり苦じゃないのかもわからんけども、うん、そうだね。それであとはライトフライ級で岩田翔吉選手、うん、であとスーパーフライ級で田中康生選手、うんうん、っていう8人じゃないな、 8個のカードというの、8試合ですね、うん、8人って言ったらだってね、違うよ、もうね、違うし、ね、16人いるから 8×2 だからね8人ではない、8人じゃないね、8試合ですね、はい、やりますね。まあなんか本当にこの日本初のっていうのはあれかな、こんだけ世界戦が組まれるっていうところなのかな、うん、だと思う。でも本当このなんだろう、2日にわたって興行を、なんか同じ興行をやるっていうのも初めて見るし、2で、うん、なんならそっちの方がなんか衝撃を受けたというか、はいはいはい、そんなことするんだなというか、そこも含めてじゃあ初めてなんや、日本かもしれないね、うんうん、すごく驚きがあって、13日は日曜日、14日もね祝日だからすごく、うんうん、ね、見やすい日で、うん、両方ともあれだね、有明でやるっていう興行ですね、うんうん、はい、すごくでもね豪華だよね、さすがマプラっていう感じの、すごいよ ね豪華人、いや羨ましいよ ね。でも本当にこう見てもやっぱり軽量級今日本盛り上がってんだなって思うよね、うん、うん、でもこんなに世界タイトルがあって日本人がいてって、うん、なあ、まあやっぱ同じ階級のね選手たちが多いからすごく自分としても注目な興行なんだけども、スミ選手と拓磨選手の試合がやっぱ一番楽しみかな。あ、やっぱそこなんだ。あ、うーん、うん、個人的にはね、なんかスミ選手に、まあ、なんか同じタイミングでずっと日本と東洋とって取ってたっていうのもあるのかもしれんし、なんか特別な思いっていうのがねあるから、なんか感情として個人的にはね、うん、だから、まあ、拓磨選手にやり返したいっていう気持ちは俺もあるけども、うん、どちらかというと堤選手に取ってもらいたいっていう気持ちの方が強いかな。だから堤選手頑張ってほしいなっていう、うん、なんか同じ階級だけどなんかすごいそう思う選手ですね、うん、なんか人間としてなんかすごく尊敬できる人だし、うん、まあ、なんか同じ階級なのにこういうこと言ってるのかわからんけどもまあね、まあ別にね、俺が素直にそう思ってるから別にいいわな。ね、まあだからそこも楽しみだし、うん、うん、那須川選手もね今回初めて、地域タイトルを行くしね、うん、そこも楽しみだし、うん、前回すごくいい勝ち方して、そうだね、うん、でね、中谷選手はもう早速ね、あの会見終わってアメリカに飛び立ったっていう情報があの嫁から入ったんで寂しいよ、はい、ここカットだな遠距離恋愛だこれもカットだろ片思いで、片思い、もういいなかったっていうね感じだね、うん、うん、まあ本当に豪華で、まあ年末、もっと正直年末の方にあるのかなって思ったんだけど、10月でね、10月、うん、そこはびっくりで、うん、うん、てかもうなんかこんなに噂出ないもんなんだなって記者会見ありますってえ、ね、誰まず出んのみたいな、まず誰出んのって、そう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 、うん、いつやんの、どこでやんの、うん、みたいな、うん、何も情報がねこんだけ出ないっていうのもすごいな、徹底してるんだなって思ったし、うん、その中でねやっぱみんなやっぱちょっとずつ匂わせしてくる選手がいる中紛れ込んで俺がいるみたいな、うん、お前やめとけ、恥ずかしいやめなさいっ
いう感じだったね。うん、まあ正直ね、羨ましいね、こういうところにやっぱ出たいね。いや、羨ましいよ、うん、まあね、こういう大舞台に立てるようにやっぱやっていかなきゃいけないなと思うし、うん、まあ、そういう、ね、ところに今現状いないから、うん、そういう状態ではないなと思うし、でもね、一回ね、伊藤さんはチャンスがくれたんだけどね。伊藤さんくれたね、うん、うん、それを自分で逃してるからね。うん、うん、まあこう勝負どころで勝ててないし、前回の試合がね、すごくとても良くなかったからすごくとってもよく、ちょうど1ヶ月前だな。すごくネガティブになってきた、うん、すごくね、メンヘラ出てきた目線上げてこう、そうだ元気出していこう、前向いていこう、決まっていこう、う、決まっていこう決まっていこう決まっていこう、違う、やばい、本当に出てる、いろいろ出てるね、出てるよ、出てるね、出ちゃってるね、そうだね。じゃあ、バンタム級だけちょっと勝敗予想。お、お、いいの？何の前？何の前よ。そうだね。うん、どう？難しい、うん。じゃあまずは？まずはじゃあ天心選手。そうね。うん。うん、からいくとやっぱまあ順当に勝つかなって感じかな。そういう相手でもないと思うし、今回は、うん、うん、でまあ9戦9勝とかだったかな、確か9戦9勝、はいはい、確か無敗の選手だったと思う、そうなの、うん、そうだね、9戦9勝の、うん、はい、フィリピンの選手、アジアパシフィックで、前回8位だった選手、先月の更新、はいはいはい、今月はまだってこと、はい、今月はなんかニュースで見たら、だから、2位になった。あ、なるほど、うん、まあ、めっちゃ勝った、王座決定戦だから、ブーンってね、いう感じかな。まあちょっとそこら辺は俺もよくわからんけども、はいはい、うん、OPBF にもなんかあれだね、今回ランキングインしたみたいね。へー、うん、ですね、まあ、ここは順当にまあ普通に勝つ、うん、うん、勝つかっていう感じかな。ね、で、中谷選手に関しても順当にやっぱ勝つかなっていう感じ。うん、まあ、そうだな。うん、ね、特に問題はやっぱ感じないかなとは思うんだけども。うん、やっぱこう一番楽しみなのはそういう面でもやっぱ拓磨選手、堤選手かな。うん、確かに、うん、全然堤選手もあると思うし、うん、どうなるかね、うん、ね、どういう試合になるのかっていうのが本当にまず楽しみだしな、うん、結果も楽しみだし、うん、うん、注目です、うん、はい、うん、で、そうだね、まあ、こんだけ豪華なカードだ、なんかなかなかないからこそ、うん、やっぱこうより多くの人にね、こういう、まあ、ボクシングの試合を見てもらいたいし、うん、うん、なんかそれだけインパクトある興行だしね、うん、私も見たい、ね、どんどんと、まあ、ボクシングの認知度が上がって、うん、まあ、これこの動画見てくれてる人もね、見る、まあ、なんだろう、ボクシングファンの人もいればじゃない人もいるし、うん、うん、そういう人がなんか少しでもね、この動画見て、この興行見てみたいなって思ってもらえたら嬉しいね。いや、本当だね。ね、そんな感じでちょっと動画撮ってみてます。うん、はい、じゃあこんな感じで今日は終わりたいと思います。うん、はい、はい、では、この動画見ていただきありがとうございました。また次回の動画で会いましょう。バイバイ。